関西ジャニーズ JR、内ユニット AA。グループが8月26日から27日にかけて放送される日本テレビの超大型特番、24時間テレビの YTV、読売テレビのスペシャルサポーターに就任したことが7月25日に明らかになった。AA。グループのほか YTV メインパーソナリティは関西情報ネット10。 のメインキャスターを務める中谷忍アナウンサー34と黒吉明アナ、二29チャリティーパーソナリティをお笑いコンビミルクボーイが務めることも決定したこのメンバーでの24時間テレビは2020年から4年連続ええグループのスペシャルサポーター就任2ファンからは24時間テレビまじ最高すぎるぞありがとうございます感謝の極み A. グループ24時間テレビ4年連続サポーターおめでとう。A. グループ24時間テレビ YTV スペシャルサポーター就任おめでとう。4年連続はすごすぎる。と祝福する声が多数上がっている。近く読売テレビ何考えてるんや、と批判の声も一方で、読売テレビ何考えてるん やうそばかりのチャリティー止めて24時間ジャニーズだけやってろ。呼ばれーボール W 杯から排除され、国連の人権理事会がヒアリングに乗り出している状況で起用するのって、メディアと事務所の責任が問われるよね。と批判的な意見も少なくない。ジャニー北川氏去年87の課題問題もあり今年の24時間。 テレビのメインパーソナリティを務めるのは何は男子という時点で多くの視聴者から批判的な声が上がっていました。加えて、YTV のスペシャルサポーターが AA。グループ、中京テレビのメインパーソナリティを JR 内ユニット美少年が務めることも発表され、さらなる批判が巻き起こっているんです。有観歌ミキシ 四角国連に名指しされたことで民法主要キー局に起きた大きな変化。今年3月にイギリス公共放送の BBC がドキュメンタリー番組、J-POP の捕食者、秘められたスキャンダル、プレダター、The Secret Scandal of J-POP を放送して以降、ジャニー氏の一件はジャニーズ事務所を揺るがすほどの問題に発展。 スイスジュネーブにある国連人権高等弁務官事務所も調査を開始。ビジネスと人権、作業部会の専門家が7月24日から日本を公式訪問中だが、日本政府と日本企業が人権をめぐる義務や責任にどう取り組んでいるかを調査することも明らかに。ジャニー氏の課題問題について関係者から聞き取りを行い。 8月4日に記者会見を行う予定だという。7月19日配信の、ふみはるオンラインは、9月開催のバレーボールワールドカップに、ジャニーズタレントが一切参加しないとスクープ。過去30年にわたってバレーボールワールドカップでは、ジャニーズタレントがスペシャルサポーターを担当。今回は AA、ええ。グループが担当する予定だったものの、ワールドカップに出場する参加国から、 ジャニーズのアイドルが大会に関わるのであれば出場を取りやめると強い抗議があったとされる。こうした流れにもかかわらずジャニーズタレントをメインに起用する日テレと24時間テレビに批判が殺到しているわけですがジャニー氏の問題が勃発したのは BBC のドキュメンタリーが放送された3月半ば。その時点で a グループと美少年の出演も決まっていたんでしょうね。 日テレは批判覚悟で、このまま突き進むしかないという状況にあるはずです。前での有観下に記者、民放キー局関係者はこう話す。民放各局の間でも国連に名指しされたというのは本当にまずいとなっています。8月4日に会見を予定していると言いますが、そこでこの問題に評価を下すことはないはずです。しかし、 調査の終了や感食を話す可能性はある。ただ、大前提として国連に名指しされた時点でありえないと、特に各局の報道関係者は危機感を抱いていると言います。現状、日テレ、TBS、フジテレビなどの主要キー局はかなり引き気味で、報道周りのテレビマンからはジャニーズと距離を取るべきだという意見も出ていますが、 ドラマや編成周りは付き合いも深いですから、すぐには切れないというのがリアルなところでしょうね。近く2024年はジャニーズと手を切って24時間テレビを制作 ?7 月18日にはジャニーズ事務所が外部専門家による再発防止特別チームの提言を受け記者会見を行う予定であると公式サイトで発表した。 記者会見がいつになるのかもまだ発表はありませんし、国連の会見を受けてから対応を進めることになりそうです。ただ、そもそも国連からジャニーズ事務所と名指しされること自体が異常と報道周りではなっている。日テレ、TBS、富士は距離を取ろうとしているようですが、テレビ朝日はミュージックステーションもあり、ジャニーズとは関係性が深いこともあり、 そのスタンスはまだ見えてきません。前での民放キー局関係者。2003年からメインパーソナリティにジャニーズタレントを起用してきた24時間テレビを放送する日本テレビがジャニーズと距離を取ろうとしていると言われていることからも事態の深刻さが伺える。キャスティングも含めて決まっていることが多く今年はそのまま放送へと突き進むのでしょうが来年以降の24時間。 テレビについては議論するべきではないかという声も日テレ局内からも上がっていると言います。24時間テレビは日テレでも特別な番組でこれが1年に一度あるから日テレは一つにまとまっていると考える局員も少なくなく日テレ局員は24時間テレビが絡むと宗教が勝ってしまうと言われるほどそれほど局にとっても大切な番組なわけで 来年以降も放送されるのは間違いありません。ですが、来年はジャニーズと手を切って制作を進める。その可能性は決してゼロではなさそうです。全農。8月4日に行われるとされる国連人権高等弁務官事務所の会見内容次第で、事態はまた大きく動き出すのかもしれない。近く画像、この二人の組み合わせ綺麗だね。 福本大晴れかける草間リチャードケータ、抜群スタイルアニスラット、リアシキワダツツーショット。6月29日配信の、フミハルオンライン、が、えいえ。グループの CD デビューがすでに決まっていると報じたが、その動向にも注目が集まっている。